バックにシュートになりませんでした。このパスからやっぱこうね、ピッチが難しいところだったんで、こういういい感じでね、抜けたんですが、続いて惜しいですね。惜しいも最後飛び込んだのは徳田選手ですね。右サイド、このいいポリケードクロスが入って時はというところだったんですかね。今日は残念ながら徳田選手の得点見れませんでした。これいいところでフリーキックもらって大橋選手チャンスだったんですが、決めきることはいませんでした。このシュート素晴らしかったですね。これ一番上、小池選手のロングシュート、本当に枠いってましたからね。キーパーがうまくしていたというような感じです。そして右サイド突破して小崎選手のクロス、この時はこれもねあったんですが、最後ゴールの中には押し込めませんでした。そしてこちらですね、右サイドに出たボール抜けた、吉原晃太選手が見事にゴールを決めました。まあ、今日ジェンズ101試合目でしたが、見事にね、やっぱりこうホームでね、まあ、持ってますね、吉原晃太選手ね、あこう決めてくれました。右サイドの遠藤選手ですね、のボール抜けて、いや見事に決めてくれました。ということで今日は1対1という結果になってしまいましたが、まあ、まあまあ追いついて、この9月はねまだ負けがありませんからね、前向いていきましょう。次はアウェー大分戦です。私も大分まで駆けつけて応援しようと思いますので、ぜひ皆さん大分でね勝って、今度は笠松ですよ、場所間違えるんですけどね、笠松運動公園で愛媛と対戦します。